よし、この可愛いステージに行くわよ。羨ましいぜ。ジャンプホイップスイーツ。なんだこのタイトルは。ホップステップジャンプみたいな。とりあえず忙しそうだな。そう、このステージは確かに大変で、ジャンプするたびに赤と青の床が入れ替わるんだよ。これは難しそうですね。うん、私ぐらいの天才じゃない限りクリアは不可能ね。なるほど。ということは誰でもクリアができるってことか。なんでそうなるのよ。これはマリサが正しい。珍しく意見があったな。くっ。いいもん、このダブルチェリーで、はいポコナチは、ってするんだから。また始まりやがったか。ダブルチェリーを今まで取ってないのってマリサだけじゃね。あ、確かにそうだぜ。私は最初でいきなりでしたからね。マリちゃんどんまいフラー。今フラーと書いたレイムちゃんはどっちかな。こいつです。あんたでしょ。私じゃないからね。責任を押し付けないでよね。あれ、何ですかここは。ここは、あの玉を左の、の床に入れたらグリーンスターがもらえるんだよ。なんでピーをピーオンにしてるんだよ。ちょっとした遊び心かわいいでしょ。全然センスがわかってないわね。その点ヨウムはわかってるわよね。ちょっとわかんないです。なんでやー。まあいいや、こんな感じでグリーンスターをゲットだね。さすが私ね。ということで次に行きましょ。さてさて、このステージのハンコは2人いないと取れないからね。確実に生かしていかないと。いかなかったのに、やられてしまったというわけですな。どんまいです。いいもん、ここのダブルチェリーで復活よ。気を取り直していきましょう。うるさい実況も復活か。ほっとけ。さて、最後のグリーンスターは緑コインを8枚集めなきゃいけないんだけど、これがかなり厄介で、ジャンプしたら足場が狂うし、しなきゃあのビームにやられちゃうし、かなり難易度が高いのよ。でも私の力なら、全く問題なくいけるわよ。いやー、はいはいすごいですね。もっと褒めていいのよ。さて、あとはハンコだね。この台に2人乗れば取れるよ。早速取っていきましょう。よし、このステージも全部取れたね。完璧すぎて自分の才能が怖いわね。それは言えてるわね。私はそのお前の性格が怖いんだが、社会に出たらバッシングされそうだよな。社会に出ないから平気平気。そういう問題じゃないだろ。ふう、無事にクリアできたわね。ま、ダメージ食らってたけどな。ふふ、絶対プレイよ。それは絶対ない。もう。今回はピーチのハンコでしたね。ああ、私ってやっぱり綺麗だよな。お前じゃないだろ。うるさい。さて、今回は終わりですね。ちょっとハンコだけ取りに行ってもいいかな。ずるいぞ、霊夢2回もやるなんて。そうだそうだ。え、あんたたちやってもいいけど、それで終わりにするわよ。どうぞどうぞ。行ってらっしゃいませ。この変わりようはもはや安定ですね。いやー、それにしても妖精炭のハンコは毎回可愛いのが多いわよね。うん、今回はボブヘアーの可愛い子だね。はぁはぁ、なんでうちの実況者は2人もロリコンがいるんだよ。まあ、健全でいいんじゃないですか。どこが健全なんだよ。皆様、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、ぜひコメント、高評価をよろしくなんだぜ。なお、ポコニャンの限定メルマガでは、通常より1日早く最新動画を配信しております。ポコニャンの動画を誰よりも早く見たいという方は、ぜひメルマガ登録をしてね。チャンネル登録は、左側をクリック。メルマガ登録は、右側をクリックしてください。スマホ、タブレットの方は、動画の説明欄にリンクを貼っておくので、そちらをクリックしてね。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。またねー。